前に立つと、ロケに行く。じゃあ1泊2日の、ロケです。いいですか？そんなの嬉しいですか？嬉しい。なんかそう、だって家で行ってもつまんないですよ。君らが退屈しのぎで行くんじゃないんだ。これも一つの仕事ですから、はい。いいですか？また、小学校の方に伺いますね。文庫シリーズ第6弾。長いことやってる。1回目から感動の話、いまだにまだ1回目の VTR を見てるぐらいです。こちら、白石文庫覚えてますか？ジェームスがいるよ。あ、ジェームス、そうそう。そして、これが、終日小学校。覚えてる。あれだ、ソリをやった時だ。俺が頭引かれてってた。あ、そうそう。お前、変な思い出ばっかりやな。頭引かれたやつ。こちら、生駒小学校。愛知県にいた時。またなんか盆踊りみたいに踊ったやつでしょ。え、なんか踊ったやつでしょ、最後。盆踊りみたいな。あ、餅つきもした。最後になんかさ。これ餅つきしたよな。余裕。そうそうそう。そう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 。そして、こちら。ポンアビラ小学校。この時が俺のおしゃれなインディアン人形の落ちたやつだよ、雪のところ。そう超怪獣、あの、でかい人がいるとこだよね。あの、キーちゃん、タヌキやったとこだ。そう、キーちゃんあんま覚えてないんだ。そう、物足がやっぱり次々と乗れません。今回はここです。いいですか？香川県、高松、根岸島。ここはね、通称、あの、鬼ヶ島と言われてるとこなの。楽しいの？ねえ、根岸小学校のところなんですけども、生徒数が14名、男の子が9名、女の子が5名。この島に350人しかいません。350人？少ないよ。島に350人しかいない島に小学校があるんですから。今回はあの虫と、要するにバイオリンと彩香ちゃんが初めてやからいいですね。君初めてでしょ。とにかく1年生ですから。虫大丈夫ねえ、虫の面倒は見るようにね、千代ちゃんと。特にあの内山と俺嫌だよ。俺嫌だよ。あんか、お前、いや、一人で精一杯なの。それも言える。あ、聞いた、どうした？あのね、もうさ、タヌキは諦めたの。でも諦めてはないの。何？ね、ラクダなら我慢する。ラクダないよ。右島にラクダなんか、俺、またラクダ持って帰りにくいやろ、あれ。タヌキがいないけど、ラクダ強い。虫、大丈夫か？みんなで一緒に泊まろうね、虫。わかった。険しい顔になって虫。大丈夫だ、虫。大丈夫よ、みんないてるから。そうだぞ。それでは、行きますから。それでは、気をつけ。ただいまより、文庫シリーズ第6弾。今日は香川県高松市に行きます。いいですか？出発！わしゃがえるであります。数々の思い出を作ってきたふれあいドキュメント、早いもので第6弾。さて今回は、よいしょっと、瀬戸内海に浮かぶ女木島、通称鬼ヶ島にある女木小学校にお邪魔します。どんなふれあいが待っているのか、ワクワクするね。わしも行っちゃおっと。ブーン。楽しかった？うん。あ、そう？あ、高松市に、懐かしいなぁ。あ、初めて来て。あれ、こんにちはって挨拶して。
こんにちはって挨拶乗ってください。川村さんにちゃんと挨拶して。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバイ。いやバイバイね、今ついてどこやから。じゃあ高松の旅館の方に行かせていただきますので、一つ。はいはい。飛行機に初めて乗った虫も楽しかったみたいだね。今夜はこのホテルで一泊、みんなゆっくり休んでもらいたいね。でも心配なのは初めて参加した虫とバイオリンの2人、大丈夫かな。おお、到着したみたいですぞ。ここちゃんと挨拶して。はい、どうぞ。これで全部いらっしゃいませ。お疲れ様です。こんにちは、よろしくお願いします。いい、大丈夫だ。いい、待ちます。こういうことするもんやないね。この放送はライオン、大正製薬、全農の提供でお送りします。です。今日僕たちが泊まっている高松市にある時は本店に、本館です。あ、時は本館。本館に来ています。今日は案内してくれる福祉会員の三好です。三好英二さんです。はい。今日はよろしくお願いします。どうも、内山君、遠いところからお越しいただいてありがとうございます。はい、どうですか、お疲れじゃないですか。ああ、いや、そんな疲れじゃないんですけどね。ああ、そうですか。はい、これから、はい、うちの館内の方をご案内させていただきますんで。はい、あ、はい、じゃあ、行きましょうか。じゃあ、参りましょうか。はい。高松市の名物は何ですかね。やはりうどんですね。あ、うどんですか。これはね、弘法大師が中国から伝えたと言われてる、うどん、非常に美味しいですね。今でしたら煮込みうどんなんか。あ、美味しいですか。美味しいですね。最高ですね。じゃあ、これ美味しいですか。最高です。あ、そうですか。ステーキよりも美味しいですね。いや、俺はステーキの方が好きなんですけど。いやいや、ステーキより美味しいです。本当、後で内山君食べてから。はあ、最高ですから。あ、ちょっと高そうな絵がありますね。はい、はい、さあ、これは皆さん、こちらの方にありますのが、ああ、屏風絵。これ、節目のない一枚板なんですが、豊臣秀吉の時代の狩野三楽の絵なんです。ああ、最高傑作と言われております。じゃあ、高いんですね。高松の中心街で300坪の敷地に3階建てのビルが3軒ぐらい買えるんじゃないでしょうか。はい。じゃあ、なんで買っちゃったんですか、これ。これは安い時に買いました。あ、はい。これを見てない。でかいっすね。あれね、川のサメという中国から来た僧侶なんです。あ、僧侶なんですか。はい。大きいでしょう。これ高いですか、これ。これも濃いも。内山君、すぐお値段の話が出ますが、出身は大阪でしょうか。いや、新宿なんですけど。ああ、そうですか。はい。はい、いやいや、高いですね。うわ、すごいじゃないですか。これ、お寺みたいですね。はい。内山君、これね、うちのメインの宴会場なんですが、はい、こちらの方の壁画をちょっと見ていただけますか。はい、これはもう今讃岐を代表する明石勃啓先生の壁画の代表作なんです。はい、さあ、皆さん、振り返っては非常に勃啓先生の素晴らしい松の漆の壁画、素晴らしいですね。内山君、すごいですね。ねえ、素晴らしいですね。それまだいくらかって聞いてないんですけど。お金はね、ある製紙会社の会長がゴッホの小さな絵を160億円でヨーロッパで買ってくる時代ですから、もし内山君がこれを譲ってくれと言いましたら、はい、多分23億5000万円で譲りますから。いや、俺は買いませんよ。あ、買わない。はい。あ、それは残念ですね。売りませんから。はい。食いしん坊万歳。いやー、でも
もね、こうしていつもいつもこうして文庫シリーズじゃ私たちは前日に美味しいの食べれるからこれすごいよね。そのすごい料理をね、紹介していただく方を紹介しましょう。こちらどうも、いらっしゃいませ。どうも本当にお世話になりまして、すいませんお名前をすいませんか。溝口と申します。溝口何子さんでいらっしゃる。みゆきと申します。みゆきちゃん、はい。おいくつでいらっしゃるんですか。ご想像うわ、いやそう想像したら怖いってそんなこと。まずはどの料理から説明していただけるんでしょうか。これが有名なんですよね。醤油豆。あのね、この豆がね、高松の醤油豆っていう。なんかお家にある。あ、そう、うん。すいません、子供なもんでも。いえいえ。あ、そう、うわとか。いや、高松からきっとね、どなたかに。スーパーで買ってきたね。いや、この頃千代ちゃん。はい、いや、スーパーにも本当にこの頃たくさん全国的に出回っておりますので。お母さんが好きなんです、これ。そう、この醤油豆っていうのを一度食べさせてもらおうよ。いただきます。うちは醤油豆ってこうね、高松の、名物。これ美味しいですよね。うちのおじいちゃんも好きでね。いや、本当に。そうですか。いや、本当なんです。僕もね、本当なんですよ。おじいちゃん、おといちっていう おじいちゃんなんですけど、醤油豆が好きでね、よく高まって。いや、本当なんです、本当なんです。え、ティッシュちょうだい。なんでや。おめちゃんとせえよ、お前。なんともいらん味ですよ。あ、カズ。カズ。ちょっと、うわんちゃいで。カズってどんな、カズちゃんって若い女の子ですか。うわカズちゃんだ。そんないちいちびっくりしないでくださいよ。自分でウーロン茶ぐらい入れろよ。いいです。いや、なかったですよ、缶が。だからここにあったやない。カズさん、また前を思い切り。カズさん、横切んのやけど、もうちょっと遠慮していただいて。これは何牛なんですか。草抜き牛です。油がよく乗ったっすよね、これね。どうぞ、これで。あ、なるほど、はい、いやいや、これはこんぐらいでいいんですかね。どれぐらいがいい。もうちょっと、もう少し白くなるぐらい。ああ、ね、肉焼けで、この団子はエビ、小エビなんです。おいしい。これエビ団子うまいよ。お前もまだ焼けてないんちゃうか、内山。うまっすよ。うまい、うん、これいいよね、これで。うん、うわ、取れへん。何すいません、ちょっといいですか。カズちゃん。カズちゃん、ごめんなさい。横切るなっちゅうだね。そこにカズさん、ちょっとすいません。いいですね、通るなっちゅうてるやろ。この旅館、もうすぐね、優勝ある、ね、ありがとうございます。歴史をちょっと、私をですか。この旅館になりましてのは、もう昭和32年ぐらいなんです。はい、私はここへ嫁いでまいりましたんです。あ、その年に。いや、35年に。大変だったでしょうけども。ねえ、苦しいって。おーるなっちゃう。君らのことこれからシャッターガールって言うの。本当にもうね、カズちゃん、ねえ、千代ちゃん、なんかこのおかみさんに聞くとあったらね、女としての、女としての質問でもいいですよ。やっぱ、結婚して辛いこととかあったんですか。いや、こういう旅館やから。そりゃそう。お姑さんとの関係も小難しいんじゃないかなって。わかるでしょ。でもこういうね、ね、こういうね、しきたりのある旅館とかね。そうそう、ええ、ね、親子と聞いた。あら、細腕繁盛記いうドラマでね。その苦労は見てきてるからね。やっぱあったでしょう。ご想像にお任せいたします。言えませんか。言えませんよ。じゃあまだお姑さん生きてはるんですか。はい、お元気に。ありがとうございます。あれ、ちょっと鍋を食べたい。すいません。これ綺麗な、これ銀の、これ何鍋というんですか。源平鍋なんです。あ、こちらに源平成績。はい。あ、これが鍋の具ですか。はい、この源平鍋っていうのは八島の壇の浦で源氏と平家が、はいはいはい、その時に金剛の方がね、
海のものとか山のものとかを持ち寄りまして、そしてあのお侍さんがこうかぶってらっしゃる陣傘ございます、はいはいはい、その陣傘であの炊いて召し上がったというのがあの、はあ、これ陣傘で昔は炊いたんですか、だということなんです。はい、よう漏れへんかったな、ほんとにどういう風に抱いててんやろな。ですから反対にしたんじゃないですか。分かってますよ、そこうでは見えませんわね。いや違いますから、火とか火とかのこと心配してるんですよ、神さんも。またうまい、うまいよね。そもそもお誰かに入ってるんですか。入ってるよ、入ってます。私も入ってる。ごめんなさい、向こうはタコ入れました。ごめんなさい、タコみんな3人で、俺は君はエビの番やねん。いやでもみんな入ってるエビは。だから買いやる。お入れします。これあげるやないか、そしたら。お入れします。やらしい男やね、この男は。いや、カニ好きなのさ。長いですね、この番組は。回してるんですか。でも、そんなの放送みたいに短いですよ。そうでしょうね。落ち込んだドラえもん、ちょっと落ち込んだドラえもんやってくれ、ちょっと落ち込んだドラえもんいいですか、ミーティング。それを何怒ってんの、虫に。それでこんな最後にバイオリンが何か言ったの。なんかドラえもんドラえもんってからかわれて怒って1年生に言われたよ。まずは失礼なんだよ、まだまだ。4年にもなってこんなの着てるって言われたら、ヤキンさんも腹立つよな。これは俺との約束でドラえもんを着てきてくれたわけよ。なぁ、バイオリンいい？でもこれ4年生ちょっとじゃあ動画すぎる感じ。ほんならおい、バイオリン見てみよう、エレちゃんを。中学校2年生だってあんなしてんでね。1年生で。だけど1年も前に。その初めての旅行でお前いろいろ緊張したりしてんねんから、なんかそういうとこ。緊張してないわ。それなりにね、気分がハイになったりしてるの。だって信二なんかいつもデブデブ言われてんだよ。そうだよ。嘘。緊急、学級会いたします。え、お二人に、うん、デブデブ言われて腹立ってるわけか。いや別に。なんじゃそらなんじゃそら。だけどたまに挨拶でさ、おはようございますって言うのが、よーディブとかつれて、それはちょっと腹に来る。だから、アキサが怒ってるから、そんなこと言われても怒んねんだから、お前も怒るなってこと言いたいんじゃない。いや、そんなことやっぱ内山の言うことは分かる。やっぱこの挨拶をちゃんとしろと。これはやっぱそう、そう思うの、手を挙げて。はい、はい、こういう、そう、分かった分かった。こういうところから勝手に行こう。いいね、悪い海は出していこう。おい、虫とバイオリン。挨拶はちゃんとしなきゃおかしいでしょ、それ。年上に対する態度っていうのも知らないです。あれ、みんなそうだよ。私、みんなそうやって。私に対してみんな同格で話してくんねん。そうやないか、ゆうた。こんだけ年上の人らで。年上の登録を言ったら、うちおちゃんはどうなんねや。だって怒んないのもしょうがないじゃん。怒んないんだもん、しょうがないじゃないねん、それ。あ、そしたらその時言えばいいじゃん。言ったらそういうのやめてって言えばいいのに。言ってる。言ってません。言ってるでしょ。言ってません。言いました。言ってません。聞こえません。それではちゃんと挨拶する練習をしましょう。これは。あ、内山、あ、向こうから歩いてこい。なあ。でもさっきは二人の喧嘩笑っちゃったよ。どうした？内山と。チビちゃんちゃんちゃん、このあのバイオリンで風刺の喧嘩。どんな喧嘩？ざけんなよチビとか言って。こっちがチビだから。こうだチビ、ふざけんなよこのチビとか言って。ねえ、いいね、二人はね、笑ってるよ、おい笑ってるよ、二人。はい、ちゃんと挨拶から練習します、内山。バイオリンちゃんとできるやろ、やったら。あ、内山が歩いてきた。さあさあ、二人廊下ですれ違う。はい、よお前がよう言って、ちょっとお前がよう言ってどうすんねん、こんにちはって。あれなんでバイオリンから言ってよ、なんか話するわけや。で、どうですか最近、あのお仕事の方はとか、そんなことは。飲み生やから、うちも君、どこ行くのとかあるやろ。聞いてみたいの、うちも話かけてあげなさい。はい、道で、うちも君歩いてきた。
バイ。こんにちは。こんにちは。最近どうだよ。なんだ。じゃあいいや、バイバイ。いや、じゃあいいわ。バイバイやないやろ。ちゃんと頭を気持ちを込めて挨拶しろよ、そんな。ゆうたはちょっと見本やん、内山と会った時に。よく見といてください、虫くんも。バイオリン君も。道で会った、二人。こんにちは。最近痩せたんじゃん。あ、そうなんすよ。あ、そうなんすよ。仕事最近どう。あ、まあすよ。忙しいっすか。どう忙しいっすか。いや、そんなもんですけどね。クー見に行きますから。あ、ありがとうございます。なんでさ。わかんないか。これだ、これ。傾聴という言葉も、相手の話に耳を傾く。いいですね。わかったね。はい。ほな、はい、虫とバイオリンがばったり会ったところ、はい、虫、ちゃんと挨拶しなさい、今みたいに、はい、虫、あっちから、あっちから早く、なんこんにちは、最近どうですか、で、はい、はい、二人が歩いてきた、バイオリンと虫、どっちがうまいかな、こんにちは、こんにちは、最近どうですか。今の、今の良かったと思う人、虫が良かったよね、今のね、可愛かった、良かった、虫、これは虫、今の良かったって、みんなお前、あゆみちゃんなんかものすごく良かったって言ってるよね、あゆみちゃん、すごく良かった。ちゅうた、どう今の虫、めちゃめちゃ可愛い、抱きしめてあげたよ、抱きしめてあげたいって嫌だよね。いいですか、明日、いいか、明日の話に入ります。明日、なんと6時半起床。起床ってなんだろう。起きること。起床って起きること。そういう時でも起床起きることって言っちゃダメなの。僕なんか分かってるね。起床をちゃんと説明してあげなさい。戦争時代に飛行機からこうやってピューって落とす爆弾みたいなやつ。爆弾みたいな、それなんだ。奇襲だ、奇襲。奇襲か。福永、急に攻めてくることだけでいいんだよ。朝からいっぺんそれを向こうにかましてみよう。いいね、ね、作戦でいっとこう。作戦でいっとこう、今のうちに。だから考えろよ、いいか。向こうが自己紹介終わった後に、自己紹介する前にね、かまそう。何を。一発。だから、おい、向こうの自己紹介を記録するために、せやな、鉛筆持ってこい。鉛筆できるか。鉛筆、鉛筆持ってこい。あの、銭湯に立てるやつ。煙突や、それは。それいけよ、最初それで掴もう、それで。メモ帳考えるとき、メモ帳。メモ帳、メモ帳、メモ帳、もっと考え、いや、いい、あれ、やだ。高橋はいい、はい、メモ帳。お前、振りの、振りあかんと思うけどな。ほら、跳ねて、しらしら空を飛んで、鼻の蜜を吸う。それなんだ。アジハチョウだ。もっと考えろよ、ちゃんと。お、カナちゃんできた。船を運転してる人は。なんだそれは。船長。そう、それでいいんだよ。それ船長だぞ。お、メモ帳持ってこい。いや、多分それだったら勝てるかもしれない。内山、あのメモ帳持ってこい。これよく便秘とかの時にさ、血に刺すやつあんじゃん。なんだそれは。艦長、艦長。これも。これ艦長。僕のこと、よく捨てよう。はい、アキさん。実は、これは、海で、海の野菜と言われている海藻なん、海藻。それは何ですか。なんだ、それは何ですか。海苔だ。さて、気になる虫とバイオリン、ちゃんと寝てるかな。誰かな。お、バイオリン、寝相いいね。うんうん。おー、虫もこれまたいいですな。この足は誰だ。だー、ドラえもんだ。これじゃバイオリンに言われるわけだよね。福永の顔の上に手が。この手は
内山だ。福永に迷惑だろう。おやおや、ゆうたにまで迷惑かけてるよ。それにしても、なんてだらしない寝方なんだろうね。うん、それに比べて1年生しっかりしてるね。あのミーティングは一体何だったんだろうね。